ウォラストンはマサチューセッツ州クインジーの地区。ハンコック通り及び修道山営業線で平立て、ウォラストンビーチ側をウォラストンパーク、ウォラストンヒル側をウォラストンハイツと呼んでいる。北側をノースクインジー地区、東側をクインジーワン、南東及び南側をメリモント地区及びクインジーセンター、西側をミルトンに囲まれている。 北のケンブリッジと南のブレインツリーを結ぶアンタ、レッドライン B のウォラストン駅がある。17世紀、クインシーはマウント・ウォラストンと呼ばれていたが、現在はメリモント地区の墓地にその名が付けられている。1624年、イングランドからプリマス植民地にリチャード・ウォラストン率いる一団と共にトーマス・モートンが入植した。プリマス植民地のピルグリムの有力者たちとソリが合わず、 1625年、ウォラストンとモートンは30から40名を率いて離脱した。海の近くの現在のメリモント地区となる丘の土地を鳴らしてログハウスを建てた。現在のウォラストンはこの地区の西及び北西に位置する。1636年、アン・ハッチンソンと夫のウィリアムが他の入植者らと共にイングランドからウォラストンにやってきた。アンはウォラストンで、 アメリカ植民地の女性生殖者の先駆者としてのキャリアを開始した。ウィリアムとユーニスコールは当初マウント・オーラストンに定住し、1637年2月20日、ニエーカーの土地を与えられたが、年内にニューハンプシャー州エクセターに転居した。現在ユーニスコールはグッディーコールの名で知られ、1656年ニューハンプシャー州ハンプトンにて州で唯一。 ウィッチクラフトで有罪判決を受けた女性となった。クインジー及びクインシーマーケットは巧妙なクインジー家の祖先で1633年にマサチューセッツ州に入植したエドマンド・クインジーから名付けられた。1635年12月14日、400エーカーの土地が与えられ、息子のエドマンド・クインジー2世はクインジー帝を建設した。4世代後、 ジョザイア・クインジーは、ローアンファームと呼ばれる200エーカーの土地に、ジョザイア・クインジー邸を建設し、マーヘッド通りに現存している。1848年、ジョザイア・クインジー・ジュニアは、別荘として、別のジョザイア・クインジー邸を建設した。ウォラストンのクインジー家の土地とアダムズ家の土地は、隣り合っており、これが縁で、ジョン・アダムズとアビゲール・スミスは結婚することになった。 1890年のウォラストン1870年代および1880年代、クインジーの土地はこの地域で最初の郊外の住宅街の一つへと発展していった。住民はウォラストン駅からボストンのダウンタウンに向かうオールドコロニー鉄道の一年定期券を無料で与えられた。現在のアンタのウォラストン駅はこの同じ場所に位置している。1896年、 クインジー家の土地は、ウォラストンパークと呼ばれる、高級住宅街に区分けされ、除在やクインジー邸のうち12エーカーは、クインジー邸女子学校のキャンパスとなっている。1897年、ウォラストンヨットクラブは、ボート操縦及び、クインジーワン地域の発展のため組織され、現在も、姉妹組織のスクアンタムヨットクラブと共に活動を、続けている。1919年、 イースタン・ナザレン・カレッジが、クインジーテ女子学校の土地に移転された。1969年までキャンパスの一部として、邸宅は残っていたが、その場所には現在エンジェルホールが建っている。1925年、ウォラストンに最初のハワード・ジョンソンのレストランが創立された。1971年、新たなウォラストン駅開設のため取り壊され、クインジー氏は、 あんたのウォラストミ駅の駐車場隣に、ハワード・ジョンソン跡地の石碑を建てた。当初のハワード・ジョンソン本社は、ビール通りとニューポート通りの交差点にあり、現在は、駅のビール通り口の前の歩道に、イニシャルの HJ のタイルがある。1925年頃のレストラン及び、ドラッグストアの写真が現存している。1900年代終盤、イースタン・ナザレンは、 オールドコロニー通りにあったキャンディ工場及び本社を買い取り、オールドコロニーキャンパスを設立した。1990年代中期、アイルランド系パンクバンドのドロップキックマーフィーズは、ハンコック通りとバス通りの交差点にある日本食レストランの富士の地下を練習場としていたとされる。しかしすぐに人気が出て周囲に0代の若者がこの建物の前に多数集まるようになり、 別の場所に移行した。他にハンコック通りのパパギのレストラン向かいの休止員、利用店、現在の携帯電話販売店の地下も練習場にしていたとされる。女優のルース・ゴードン及び作家のジョン・チーバーは共にウォラストンヒルのウィンスロップ通り沿い出身で、俳優のビリーデ・デウルフもウォラストン出身である。クインジーの若者の多くはウォラストンビーチをウォリービーチと呼ぶ。 クラムボックスやトニーズなどのシーフードレストランがあり、一般的にカキのみ営業して冬季は休業している。ありがとうございます。